さつまいもはパプアニューギニアでは主食として用いられている素晴らしい炭水化物です。 100g あたりのカロリーは 86kcal、 糖質量 20.1g、 タンパク質量 1.6g と他の野菜と比較し、カロリー量、糖質量が高く、エネルギー源としてとても優れています。この数値だけを聞くと、なんか甘くて太りそうというイメージを持つ方がいらっしゃいますが、実はこのさつまいも、糖質以外の栄養価が素晴らしく、ビタミン C2.4mg、 ビタミン A14187IU、 カリウム 337mg、 カルシウム 30mg、 鉄 0.6g と、上げていくとキリがないくらい、ほぼ全ての栄養素を有している完全栄養食材だといいます。特に素晴らしいのは食物繊維の量で、 100g あたり 3.0g の食物繊維を有しています。これはアスパラガスやブロッコリーなどの食材よりも高い数値であり、食物繊維は満腹度を大幅に上げる栄養素であるため、さつまいもを食べることによって余計な食べ過ぎを抑えつつ、体に必要な栄養素をまんべんなく体に取り込むことができるというわけです。どうしてもさつまいもの甘さから糖質の量ばかりに目が行きがちで、さつまいもを食べると太るという印象が強いですが、実は食物繊維の量が異常に多いので、過剰な食べ過ぎを抑え、カロリーカットにつながるため、体重の減少に大きく貢献することができるんです。また実際に2016年のサウスダコタ州立大学の研究によれば、肥満体型の男女20名を対象に、さつまいもに含まれているレジスタントスターチを摂取するグループとプラセボグループに分けて、体重の減少や体脂肪率の減少について12週間の追跡調査を行ったところ、さつまいもに含まれているレジスタントスターチを摂取したグループで有意な体重の減少、体脂肪の燃焼が確認され、コレステロール値の改善や血糖コントロールの改善、全身の炎症レベルの軽減までもが確認されたというデータが出ています。また生体外実験ではありますが、こちらの釜山国立大学から発表された研究では、さつまいもの摂取によって脂肪細胞が減少したというデータも出ていますので、豊富な食物繊維の摂取によって食べ過ぎを抑えつつ、様々な栄養素の摂取で健康を促進することができ、なおかつ直接的に脂肪細胞を燃焼させ体重の減少を促進させることができる食材、それがさつまいもなんです。そして嬉しいことに、ベータカロテンも豊富ですので、抗酸化作用が高く、美肌効果や筋分解抑制効果も確認されています。当たり前ですが、減量期で最も恐ろしいのは、せっかくつけた筋肉が落ちてしまうことですので、筋分解を抑制してくれるさつまいもは、筋トレでつけた筋肉を落とさないために必ず減量期には食べる必要があります。ではどのような食べ方が最もさつまいもの効果を底上げするのでしょうか。ここからはさつまいもの効果を上げる正しい食べ方と、さつまいもの効果をより促進させる食材の組み合わせ方について深掘りをしていきます。さつまいもの脂肪燃焼効果、体重減少効果、筋分解抑制効果は、さつまいもに含まれているレジスタントスターチという成分によって引き起こされるメリットになりますので、さつまいもを調理する際はこのレジスタントスターチを壊さないように注意しなければいけません。レジスタントスターチは熱にとても弱いので、さつまいもの加熱方法にはとても注意が必要です。こちらの日本調理科学学会の消毒から、さつまいものレジスタントスターチの量に関して調査が行われていまして、生の状態が 12% だったのに対し、茹でると 8.8%、 蒸すと 10.2%、 レンジでの加熱が 5.2% ということで、蒸すという調理方法が最もレジスタントスターチが壊れずに調理できる方法だといいます。なおかつレジスタントスターチ自体、冷やすことで増える性質を持っていますので、蒸した後にさつまいもを冷やすことによって、さつまいもの効果を最大化することができるんです。冷やしたさつまいもと組み合わせることで、より効果を引き上げる食材としておすすめは3つありまして、まず1つ目は蜂蜜です。当たり前ですが、味の相性も良く、蜂蜜の自然な甘さがさつまいもの風味を引き立て、よりリッチで滑らかな味わいを生み出します。なおかつ蜂蜜はさつまいもに含まれているビタミン C の吸収を助ける抗酸化物質を多く含んでいるため、栄養価の相乗効果も期待されます。実は蜂蜜に含まれているフラボノイドやフェノール酸といった化合物はダイエットにはとても有効で、2022年にトロント大学から発表されたこちらの研究では、
蜂蜜の効果に関してレビューが行われ、16の研究合計1105名を対象にして蜂蜜を1日 40g ほど摂取することによって体にはどんな影響をもたらすのかの分析が行われました。蜂蜜摂取後の血液検査にてコレステロールの値や中性脂肪などの数値を確認したんですが、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、蜂蜜の摂取によって総コレステロール、悪玉コレステロール、中性脂肪は減少し、善玉コレステロールは増加したという結果で、体重だったり BMI、血圧や尿酸値に関しては特に変わりはないという結果でした。つまりさつまいもに蜂蜜で甘味を加えたとしても体重が増加する可能性は限りなく低いですが、コレステロール値の改善や中性脂肪は減少するということです。特に悪玉コレステロールの減少、善玉コレステロールの上昇の効果はとても高く、悪玉コレステロールが増えると脂質異常症などの疾患にかかりやすくなり、体の血流が滞りやすくなりますので、当たり前ですが太りやすくなりますし、血流が滞れば体の炎症値は大幅に上がりますので、筋タンパク分解の大きな原因になります。つまり蜂蜜は体の炎症値を軽減して筋分解を抑制する効果もあるというわけです。この体の炎症値の軽減に関しては2017年のアラク医科大学の研究で詳細に調査がされていまして、56名の女性を対象にして蜂蜜を毎日摂取することによってメフェナム酸と呼ばれる痛み止めと同等の効果を発揮したというデータが出ています。期間としては2ヶ月間必要ですが、痛み止めと同等の効果を発揮するのは驚きのデータかと思います。この研究では生理痛を対象としていますが、痛みの基準から考えると筋肉痛などの日々のトレーニングが引き起こしてしまう関節の炎症への対策法としてもとても優秀ですので、さつまいもに蜂蜜を加えることによって日々のトレーニングが円滑に進む可能性が高くなるというわけです。さつまいもに蜂蜜を加えることによって LDL コレステロールを減少させ、血流の改善、慢性炎症を予防、痛みの軽減効果によってトレーニングを円滑に進めやすくする、これらの効果が追加で付与されますので、ぜひこの2つの組み合わせを試してみてください。論文で解決チャンネル。さつまいもと組み合わせることでより効果を引き上げる食材2つ目はきな粉です。きな粉は大豆を焙煎して粉末状にしたもので、加熱することによって大豆特有の臭みが抜け、香ばしい香りを組み合わせることができます。大豆は畑の肉と呼ばれるくらいタンパク質の質が高く、アミノ酸スコアは 1.0 のマックス、タンパク質効率比は 2.2、 生物学的価値が74という恐ろしいほど良質なタンパク質であり、さつまいもと組み合わせることでタンパク質の量を補完することができますので、食物繊維との相乗効果でより満腹度を高めることができます。さつまいもの唯一の弱点はやはりタンパク質の量の少なさですので、きな粉と組み合わせることによって弱点を補うことができ、完全栄養食として完成できます。なおかつ先ほど解説した蜂蜜との相性も抜群ですので、さつまいもプラス蜂蜜プラスきな粉は味、栄養素、効果の三拍子が揃ったとてもおすすめな組み合わせ方だと言います。ぜひ苦手じゃなければ試してみてください。そして最後、さつまいもと組み合わせることでより効果を引き上げる食材、最後3つ目がギリシャヨーグルトです。2019年にブロック大学からギリシャヨーグルトの摂取によって筋肉量、体組成はどう変化するのかの検証が行われ、ギリシャヨーグルトを12週間にわたって摂取するグループと摂取しないコントロール群での比較が行われています。対象は運動習慣のない大学生30名で、1日2回トレーニングをした日は1日3回ギリシャヨーグルトを摂取し、12週間でどの程度筋肥大が起こるのか、体組成はどう変化するのかの分析が行われました。そして結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、プラセボ群と比較し女脂肪体重、つまり筋肉量というのがギリシャヨーグルトを摂取したグループで 1.3kg 増量し、筋肉の厚さは上腕二頭筋で 0.34cm 太くなり、体脂肪率はマイナス 1.1% 減少したという結果で、ギリシャヨーグルトを12週間摂取することによって筋肉量が上がるだけではなく体脂肪まで落ちるということが明らかになっているんです。なぜここまでギリシャヨーグルトが筋肉にとって有益なのかと言いますと、
研究者曰く、ギリシャヨーグルトの成分としてカゼイン 80%、ホエイ 20% の構成であることから、通常ホエイ成分は1時間から2時間ほどの間、筋タンパクの合成率を急激に上げるのに対し、カゼインの場合は6から7時間くらいかけて筋タンパクの合成率が徐々に上がりますので、ホエイのみの摂取と比較し、長時間かけてタンパク質の合成率が上がるということ。そしてギリシャヨーグルトはプロテインや牛乳などの水溶性のものとは違い、固形物であることから、消化吸収を適度に進め、液状のものと比較し、ゆっくりと消化吸収が進むことから、タンパク質の合成率が長時間向上したのではないかと述べられています。また発酵食品特有のプレバイオティクス効果によって腸機能が活性化し、吸収率が上がることも示されています。この発酵食品とさつまいもというのは、実はとても相性が良く、2013年のジョージア州立大学、2014年のニューメキシコ大学の研究において、腸内細菌によって摂食行動が操作される脳腸相関という理論が確立していまして、要は腸内の悪玉菌が多くなれば、悪玉菌を増やすために必要なハンバーガーやピザなどの高脂質な食材を脳は欲しますし、一方で腸内の善玉菌が多くなれば、善玉菌の餌になりやすいレジスタントスターチを多く含むさつまいもというのを脳は欲するというわけです。つまりギリシャヨーグルトを食べて腸内の善玉菌が多くなることで、脳はさつまいもを求めることになりますので、ここでさつまいもを補給することによってギリシャヨーグルトの効果を最大限高めることができますし、さつまいも自体の効果も腸機能が向上することによって共に高め合うことができるというわけです。通常のヨーグルトでも組み合わせることで効果量は上がりますが、筋肉のことや脂肪燃焼率を考えればギリシャヨーグルトが最もおすすめです。また砂糖不使用のヨーグルトは美味しくないっていう方も、さつまいもを入れることで味の質を高めることができますので、ぜひ一度試してみてください。蜂蜜、きな粉、ギリシャヨーグルト、この3つは全てを組み合わせても味として成立していますので、さつまいもをより効果的に食べたいという方は、冷やしたさつまいもに組み合わせることがおすすめになります。甘いからダイエットには不向きではなく、正しく栄養価を理解してダイエットに役立てていきましょう。 YouTube 登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では、 LINE 限定コンテンツをプレゼントしています。約10万円分の論文データを詰め込んだ筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版の3つの PDF を無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。